それでは、本日は多数お集まりいただきましてありがとうございます本日のお題はですね、世界の高速長距離土砂流動現象ということで、私は社名災害研究センターの助教授をしております福岡と申します。よろしくお願いします。社名災害研究センターは昨年の4月に防災研究所の中に新しくできましたセンターで、元は地盤災害研究部門の中のディスペルダイナミクス分野、それから徳島地滑り観測所とですね、ありまして、それが合体して、できたものです。これパンフレットも作っておりますけれども、で、この中に、おいて、国際的な研究組織を含めてですね、幅広くいろんな研究活動をしております。で、昨日は笹先生がうちのセンター長の教授ですけれども、その、高速長距離土砂流動現象で、をテーマに3年間行ってきました、文科省のですね、科学技術振興調整費、これの成果について紹介させていただいております。で、本日は、もうちょっと引導的な内容になりますけれども、世界中で どの程度ですね、こういった高速長距離土砂流動現象、というと非常に長いんですけれども、非常にディスペリとして発生して、それがどれだけ高速で長距離ですね、流下して多くの被害を与えているかというような、様子について、いろいろご紹介させていただきたいというふうに考えております。今日はちょっと持って気忘れたんですが、実は我々の研究室では1987年から、昨年までランドスライドニュースという英文のですね、公文の雑誌を発行しておりました。これは日本地滑り学会が国際防災10年に対する貢献ということで、始めたもので、国内国外合わせて、6400吸って約4000余りをですね、配布しておりました。うち海外は1000部から2000部程度ですね、毎年、無料で配布しておりました。これはかなり評価が高くて、それが後に、本年発行しましたアンドスライズという、その英文の雑誌にですね、つながっているわけであります。これは昨日笹教授が、ご紹介した通りでありまして、で、そのランドスライドニュースの中で、毎年そのいろんな海外で発生した土砂災害ですね、地滑り災害、斜面災害を紹介してきたわけであります。で、その全部で15回発行しているわけですけれども、その中で、紹介したその高速長距離土砂流動現象、要は、非常に被害の多かった地滑りの災害でありますが、こういったものをこう夜間点でですね、表しております。で、今日最初にですね、ご紹介するものをいくつか写真で、お見せしておりますけれども、これは2001年に発生しました、中米のエルサルバドルで発生したラスコリナスディスベルというので、これはエルサルバドル、ここですけれども、この大きい太平洋側の、海底ですね、ここにグレートバウンダリーがありますけれども、そこで発生した大きな地震でですね、かなり震央からは100キロ以上離れているんですけれども、この都市域で発生したディスベリー、規模としてはものすごく大きいというわけではないんですけれども、それでもすぐ直下に都市域が発達しておりまして、ある住宅地ですね、そこが一瞬にして、襲われまして、土曜日のお昼ぐらいだったんですが、740人を超える方々が犠牲になったという、近年としては非常に目立った被害の大きいディスベリー災害です。その後ちょっと変わったタイプをここに書いているんですけれども、これはパパニューギニアで、これはやはり地震によって発生したものでありますけれども、かなり大規模な地滑りが発生して、下流に大きな被害、人的被害はなかったんですけれども、大きな洪水被害があったものです。これは火山の噴火を誘発した地滑り、これは、マンションを倒壊させた地滑りということで、いろんなものがあります。で、これはさっき今申し上げましたエルサルバドルの郊外のラスコリナスディスベリです。これは昨日、笹先生がお話しした通りでありまして、我々は この年ですね、この年の10月に現地を調査しております。これは先ほどの同じ写真拡大したものでありますけれども、実は現頭部はこの部分だけでありまして、この部分は流下してきたために土砂を覆っておりますけれども、現頭部自体はこの部分。で、地震と同時に発生、土砂が崩落し始めて、
で、かなり高速で流火して、この辺りにあった、家屋が全部なぎ倒されてですね。で、もっと先の方までついてるんですけれども、最後は泥流のようになって、家を壊すほどではないんですけれども、街道をずっと流れ渡っているという、かなり高い流動性を示した災害です。で、今ここは更地になってまして、これはその、都市の秋に行った時なんですけれども、この辺りがその被災地なんですが、ここは全部更地になって、台湾のですね、グループがこの土地を買い上げてメモリアルホールを作ろうとしていました。これは台湾もやはり同じ大きな地震災害を七地震というのを被っておりますので、それによる、援助ということで行っています。これについてはもうちょっと一番最後にですね、後ほど詳細な現地調査の、報告がありますので、それをご紹介したいと思います。で、ランドスライドというのは一般的にいろんな土砂災害の現象を表します。日本では地滑りというふうに言いますけれども、日本でいうその行政的な地滑りというのは、僕らは地滑、地面の地に滑りは漢字の滑という字ですね。それを、行政の方でよく使います。これはゆっくり動く地滑りという意味でして、広く日本地滑り学会というのがあるんですけれども、日本地滑り学会では、その地滑りの滑りというのはここに書いてませんけれども、ひらがな、滑りはひらがなを使います。で、それは英語でいうとこのランドスライドに対応するということで、ゆっくり動く、例えば1年に16ミリ未満、しか動かないような地滑りから、最高その1秒間に5メーター以上動くような、時速100キロ、までに200キロとかですね、落石になるとフリーフォールですから、特に制限なく何歩でも高い速度になるんですけれども、そういった高速なものまで全てですね、ランドスライドで含みます。土砂気流もですね、ランドスライドという言葉に含まれます。火砕流も含まれます。ランドスライドという言葉には英語のですね、そういう意味でこのランドスライドという英語に対応する言葉はですね、重力による土岩あるいはその他混合物による斜面の加工現象、斜面を加工する現象、これを総じてランドスライドというふうに国際的に定義されているんですけれども、それに対応するものとして地滑りの滑りはひらがなんですけれども、として、総括して申しております。で、この速度としてその、一番遅いところだとこういったところ、日本にもたくさん新潟県とか長野県とかですね、徳島県などには集中してたくさん発生しており、多くの対策機が追い込まれてますけれども、そういったゆっくり動くようなものから、人が走って逃げても追いつかれてしまって、犠牲者を多数伴うようなエクストリームラピッド、非常に速いですね、高速の現象までたくさんあります。で、高速長距離土砂流動現象につきという言葉の定義につきましては、この言葉をですね、当てはめています。で、北海道海の流動性を表す指標とその発生頻度ということで、流動性を表す指標というもので、見かけの摩擦角というのを我々はよく使っています。で、これはちょっと専門的になりますけれども、山の上の方で地滑りが発生して、山をこうどんどん降りていくと、どこかで必ずいつかは止まるわけです。で、止まった場所とそれから発生した場所が分かっている場合には、停止したところの地滑り都会の最先端ですね、それと発生したところの一番てっぺんの滑落街という崖がよく見られますけれども、そういったところのポイントを結んだこの線の傾きですね、これを見かけの摩擦角というふうに呼んでいます。で、これは何に対応するかというと、摩擦角、材料の摩擦角ですね。土砂の摩擦角というのは大体その30度から40度の間、30度から35度の間がほとんど多いんですけれども、その土砂のですね、内部摩擦角、もちろんその岩や土 のその場所場所によって、この途中の経路でも一定ではないと思いますけれども、そういったものがあるいは水分条件とかですね、そういったもので違うんですけれども、最終的に平均的に発揮されるものとして、この角度が見かけの摩擦角として表されます。で、これの
このタンジェントの値、エッジオーバーエルといいますか、これを透過摩擦係数といいます。まあ、角度として表す方が一般的に分かりやすいので、我々はこの見かけの摩擦角というのを普通普段使っております。で、まあ、土、岩などの摩擦角がだいたい30度から40度の間、まあ、30度から35度の場合が多いと思いますけれども、まあ、そういった、ところが普通多いですので、それよりもですね、低い、摩擦角を、見かけの摩擦角を示すような場合には、流動性が高いというふうに、我々は呼んでいます。まあ、どの数字を基準とするかについては、いろんな意見があるので、最終的にかじって決まる、まあ、ここやこの数字というか決まっているわけではないですけれども、まあ、一般に低いところ、例えばこれは、建設省が、旧建設省がですね、取った過去30年程度の、土砂災害の統計から取ってきたものでありまして、横軸が、見かけの摩擦角、ないし、透過摩擦係数で、縦軸がその発生頻度です。で、これが1っていうのがありますけれども、1っていうのはちょうど45度を掛け下っているもので、5っていうのは1対5ですから、かなり急なところですね、ほとんど垂直に近いようなところですね、やろうしてきている。これは落石も含まれてますので、まあ、こういうところは小規模な石1個が落ちてきても落石ですから、まあ、そういったものは多数入っています。で、その一方ですね、見かけの摩擦角が32度をよりも小さいところ、これは普通の摩擦、土砂の、水を含まない状態での摩擦角よりも小さくなってますので、まあ、厳密に言うと非排水、排水状態の摩擦角よりも小さいということは、非常に高い流動性を示すということで、特に0から 0.5 のところ、まあ、このグラフでは高速長距離土砂流動現象というふうに呼んでいます。で、これはどういうことかというと、まあ、普通砂を、例えばですね、砂を落とすと砂山ができまして、砂山の傾斜ができます。で、これの傾斜というのは、まあ、大体その砂の圧速角、まあ、摩擦角に相当しますけれども、それが30度とか35度とかですね、ぐらいになるわけです。で、それよりも低いところを来るということで、非常に緩い傾斜のところを、降りてくる、そういう、地滑り現象、ランドスライド現象ですね、そういったものが結構ありますし、で、大体その予測しないほど遠いところから、土砂が押し寄せてくるということで被害も大きい、死者も出やすい、まあ、そういったことがあります。で、こういった現象につきましてはですね、まあ、土石流はすでにありますけれども、土石流的なものでない、結構最初が発生の地点が地滑り的なもので、それが流動化して、流化するといった現象がたくさんありまして、それについてはなかなか法的にも、十分に対応できていないという面もあります。で、近年目立った斜面崩壊災害、まあ、高速長距離と斜流動現象、の例としてどんなものがあるかといいますと、横軸はこれ見かけの摩擦角で、縦軸が死者の数を対数ですね、10、100、1000、2000人というふうに表していますが、後で写真をお見せしますけれども、98年に、ハリケーン・ミッチという有名なハリケーン、大きなかなり被害を各国でもたらした、中米各国でもたらしたハリケーンがありましたけれども、その時に、発生したカシタ火山という死火山ですね、その、中腹で発生した土砂がかなり、高速で長距離、数十キロを流下しまして、それで村がいくつか壊滅されて、これが1200人ですか、1900人だったかと、ちょっと後ほどまた数字いただきますけれども、それほど大きな災害が出ています。エルサルバドルもこれ740人ぐらいで、イタリアのナポリ近郊ので発生した、これもやはり豪雨ですけれど、豪雨で発生した災害ですが、これでも100人以上の方が亡くなっています。で、それから地震だと、ここに99年の台湾の致死地震、クグニ山というところで発生した大規模な地滑りによって70名を超える犠牲者が出ておりまして、95年の兵庫県の地震の、西宮の、西宮の二階地滑りですね、では、34人の方が亡くなっています。で、鹿児島県の出水市で発生した、これも集中豪雨ですけれども、7月ですね、集中豪雨によって発生した
によって21人の方が亡くなって、それから福島県の福島栃木豪雨というのが8月にありましたけれども、太陽国という障害者施設ですね、そこの裏山で発生した、もうほとんど水に近いんですけれども、泥流的な災害で、これは何、確か9人だと覚えてるんですけれども、10人足らずの方が亡くなっています。それから広島県、の豪雨災害、これは新しい土砂新法が制定されるきっかけになった災害ですけれども、これ全県で確か34人の方が亡くなっています。で、1箇所、広島市、朝南1個か、で発生した災害で、数人の方が谷の出口に、家があったんですけれども、直撃されて亡くなっています。大体は、この20度未満のですね、見かけの無差別核のところでこういった激しいですね、ひどい、災害が発生しています。これは基本的には、土砂、要するに崖の下にあるというよりは、もっと遠くから土砂災害、土砂が押し寄せてきて人が犠牲になっているという、そういった災害ですね、そういう傾向があります。急傾斜地方、昭和44年に急傾斜地対策法が制定されていますけど、これは30度以上の急傾斜で、それからこの崖の高さの3倍の範囲内に5軒以上か、家がある場合には対策をしなければならないという法律ですけれども、こういった災害は全てその20度ってもっと低いことですね、でかなり遠くから落ちてきますので非常に危険が高いという、そういったことであります。で、この高速長距離水道現象の定義ということで、崩壊とかが流動化して高速長距離運動するタイプ、特徴としては破壊力が大きくて被災範囲が非常に広い、高速運動を持って動きますので被害が甚大になると。で、非常に簡単な分類ですけれども、この横軸に高速、低速で、縦軸に長距離、短距離とすると、こういったところですね、流動性崩壊と書いてしまいましたけれども、高速長距離土砂流動現象がここに当てはまりまして、低速で長距離動くものにはアースフロー、1年に何ミリとかですね、1時間に何ミリといったスピードで、ゆっくり動くものです。日本では非常に珍しいんですが、ヨーロッパでは時々見られます。日本では北海道の礼文島でこういったものが発生しているのが報告されていますが、特に死者けが人等は出ています。それから高速で短距離、高速で短距離動くものには崖崩れ、岩盤崩落、昔といってももうちょっと前ですけれども、北海道の、豊浜トンネルで岩盤が落ちてきたりとかですね、崖崩れというのも多数発生しておりますが、あるいは落石ですね、こういったものは高速ですけれども、あまり距離としては大きくは動かない、もちろん危険は危険なんですけれども、長距離ではないというところで予測しにくいと、こちらの方が予測しにくいということですね、これはある程度予測は可能です。それから低速で短距離というのは再活動型の地滑りと呼んでおりますが、特に新潟の三木町地滑りというのは有名ですけれども、粘性とかですね、粘土っぽいところが地帯で、地滑りが多数発生しておりまして、これ年間に数ミリとか数センチ、大きく動いて年間1メーターというのは、そういったスピードでゆっくり動いています。こういったもので人が死ぬということはめったといませんで、しかし対策は必要ですので、多くの対策費がつぎ込まれています。で、こういったものが社会の進化とともにどうなるかというと、都市域がどんどん広がっていきまして、都市化域というふうに我々は呼んでおりますが、こういったものがどんどん斜面に向かって広がっていくわけです。で、昔は、こういったその高速長距離土砂流動現象、流動性崩壊みたいなものが発生しても人が亡くなるということはあまりなかったんですけれども、こういった都市化域が斜面に向かって広がりにつれて、小規模なものでも人が多数亡くなるというようなことがですね、だんだん多くなってきている。先ほどのエルサルバドルでもの例でも、昔はあそこには都市はなかったんですけれども、こういったものが広がりついて広くなってきたということですね。それからパプアニューギニアの1984年か5年ですけれども、沖縄パプアニューギニア近辺はすぐ北隣に
プレートバンダリーが通ってまして、大きな核型の地震がしばしば起こります。そういったものの地震で、マグニチュード7クラスだったと思いますが、発生したもので、この数億立方メートルのものです。この部分ですね、石灰岩の塊がドーンとして、谷を埋めてですね、で、こういった大きな地滑りが起こると、発生しますと、川をせき止めます。で、川をせき止めると、どんどん水かさが増していきまして、最終的にはそのダム、地滑りダム、あるいは天然ダムというふうに呼んでいますけれども、それが決壊して大洪水を引き起こします。で、こういった災害は非常に、重大でありまして、幸いこの災害では地震発生後にこの地滑りが発生して下流で水が止まったがために下流の村が2の住人が上流まで調査に来て、でこの地滑りを発見して、でいつ頃そのダムが決壊するかというようなことも十分予測ができまして避難が完了して死者は一人も出なかったという報告がされています。で一方ちょっと今日は持ってきてないんですが中国の雲南省でですね、3年ほど前ですか、発生した地滑りでは、その決壊、大きな地滑りが、地震によって大きな地滑りが発生しまして、それが谷を埋めて、でそれが最終的に決壊したんですけれども、その下流はインド側になってまして、インド側への通報がされてなくて、インド側では多数の死者が出たというような、そういった報告もされています。それから、これまた全く違うタイプなんですけれども、これは83年に、アメリカのセントヘレンズという火山がありますが、ありますけれども、そこで、発生した噴火です。で、これはかなり有名な噴火で、映画だとダンテスピークとかですね、モデルになった、実際その映画の中でも何遍も引用されますが、その噴火です。で、火山の方々はこれは噴火と、水平方向に噴火したというような表現をされるんですけれども、我々地滑りの研究者からしますと、これは実はここにきれいな滑り面の端っこが見えているんですけれども、元はこうきれいな富士山型のポニテタイプ の、火山だったんですけれども、どんどんこういう滑り面が発達してきまして、山体がこの滑り面に沿ってずり下がってきたと。で最終的にこのずり下がることによって、この火道のてっぺんのところがですね、急激に開きます。そうすると、非常に高まっていたガス圧がいっぺんに噴出して大爆発を引き起こした。その爆発の衝撃をもって、さらにこの地滑りが加速されて、水平方向に引き出されて、それが圧流で埋まって、火力に行った。これは、USGS、米国地質調査所の方々が、ずっと長期間観測してましたけれども、そういった方々もかなりの方々が巻き込まれて犠牲になっています。それから火山が続きますけれども、これは2002年ですね。2002年の12月28日から31日にかけてですけれども、イタリアのストロンボリ火山っていうストロンボリタイプの噴火という名前で有名な、割と静かな噴火をするタイプの火山なんです。海底というんですか、海の中からそびえている火山なんですが、そこで溶岩流が活発化しまして、その溶岩流、これの歌のちょうど詳しい紹介させていただきますが、その溶岩流がきっかけとなって、山体を含む、大きな地滑りが、海底地滑りが発生しています。でその、ここの写真はその溶岩流だけなんですけれども、溶岩流が、あとから落石が海に入っていって、その煙がもくもく出ているという様子ですが、それは地滑りが、その後海底地滑りが引き起こされて、それが津波になったという、そういった報告がなされています。あとはですね、しばらく最近年ですね、発生した世界のいろんな土砂、高速長距離土砂流動現象、流動性崩壊とも言いますが、そういった現象の、事例をですね、少しご紹介したいと思います。でこれは去年ですね、5月18日に発生した、スリランカ全土に当たっていますけれども、豪雨による土砂災害です。でこの時 の災害というのは、スリランカ、建国史上最悪の豪雨だったということで、国として
世界各国に救援のアピールを出しています。洪水が非常に目立っているんですけれども、その一方で土砂災害も各地で多数発生しています。あまりいい写真はないんです、これは洪水の様子ですね。あまりいい写真ないんですけれども、例えばこういったところで土砂災害が発生して、これそのゲートですね、多分これがこれのクローズアップだと思いますけれども、神戸にあるアジア防災センターの研究員の方2人が現地に、で調査されてまして、その写真をいただいたものです。その他の愛媛大学のグループも現地調査に、行っております。これも現地ではあまり多くの土砂災害が発生したためにも調査があまりなされていない状態です。それから、ロシアの北オセチア共和国というチェチェンに近いところですけれども、そこで発生した氷河が崩壊して、ガス設備となって、村を一つか二つか潰して100人、ぐらいの犠牲者が出たという災害です。2002年の9月20日に発生したもので、これも写真がいいのはまだ手に入ってないんですけれども、これ BBC から撮ってきたものですが、これ谷ですね、谷の上流の方に氷河がありまして、その氷河が何がしかの原因で一部が崩落しました。でその崩落した氷河がその傾床に溜まっていた土砂等をえぐりながらですね、さらに、おそらくそれが全体の体積を雪だるま式に増大させまして、高速で下流に流下したと。これは生き残った方もいて、その証言もあるそうですけれども、かなりの高速で流下した。でこれ谷を埋めて、ところどころ白っぽく見えたのが氷河の、かけらだと思いますが、全面真っ白ではなくて、これも結構混ざってますから、氷河の、崩落がきっかけとなって土砂を出す巻き込みながら流下したものだと思います。これは埋まった、車で、救援隊の写真ですね。これはその流域の写真です。それから、これは2001年の8月に発生しましたフラッシュフラット、これ電流だと思いますけれども、日本の報道ではフラッシュフラットというふうに、呼ばれています。これは豪雨で発生したものですね。で、これは東北学院大の宮城先生が何度も現地に行かれて、現地の、土地開発局と一緒に、調査研究を進めておられます。でこれが、その直後の写真、報道された写真ですけれども、かなり、土砂というよりはかなり泥っぽいものが多数溜まっています。こういった木のかけらと家屋が投げ倒されたものであるとか、倒木が流されてきたものであるとかいうようなものだと思います。で、この写真だとこういったところですね、こういったところで発生したものがこの谷沿いに流下してきたと。今ではほとんどもう植生が回復してますので、ほとんどその跡形見られませんが、この災害では1箇所で その日だけで149人の方が亡くなっています。でこれをきっかけにタイの土地開発局では GIS を用いた、全土のですね、災害危険度の評価のプロジェクトを始めるということになったそうです。それからこれ土砂とは違うんですけれども、フィリピンのゴミの山の崩壊災害というのがありまして、これもメディアではかなり多数何度も取り上げられました。これはこれもいい写真が全体見渡せるいい写真がないんですが、2000年の7月の10日に発生したもので、これも雨がですねきっかけとなって、このフィリピンにはですねスモーキーマウンテンというマニラの郊外ですねにあって、多くのその私人たちがそこに住み着いて、いろんなゴミの山からいろんなものを取ってきて生活している人が多数います。でそこで、割と大規模にですね、ゴミの堆積したものが崩壊した。その下にあった土砂も一緒に巻き込んだかどうかはちょっと何の報告の研究の報告もないので、今資料がないんですけれども、そこで、多くの方がおそらく300人ぐらいは亡くなっているんじゃないか
どのぐらい住んでたかも、情報がないらしいので、正確な数は未だにわからないままですけれども、まあ、日本からも多くのボランティアの方が救援に行かれている場所です。こういったそのソシオエコノミックとも言いますけれども、社会的な弱者がですね、こういった災害に遭いやすいといった、まあ、そういった面もですね、面が強調されるような災害です。それから、これは2000年の10月ですけれども、欧州全域を激しいその豪雨が襲って各地で洪水が起こったことがありました。でその時にもあちこちで土砂災害が起こっているんですけれども、まあ、その時最も注目されたというか目立った災害土砂災害がこのスイスのボンドー村というところで発生したものであります。でこれ、ここで一応スキーリゾートの一つらしいんですけれども、この部分ですねで、ほとんど落石というか岩盤崩落に近いんですけれども、垂直に落ちて、これはその直下ですか、落ちてそれが流動化して、こういうふうに流れになったと。でこれも直後の斜め写真ですけれども、この辺りにあった、家屋あるいは宿ですね、それが直撃を受けて、全体で全部で13人の方が亡くなっています。それから98年の10月、これは先ほど申しましたけど、ハリケーン・ミッチによるニカラグアのカシタマウンテン、カシタ山の岩石流災害です。これはですね、これも空中写真が、を持ってくるの忘れたんですが、これはかなり開設された、まあ、浸食されてボロボロになった旧古い火山なんですけれども、その火山帯の解体の一部なのかもしれませんが、この部分ですね、この部分で崩壊が発生しまして、それが、岩石流化して岩石流、まあ、岩雪崩のようになって高速で流化したと。で下流に確か2つの村がありまして、そこで住んでいた1800人の方がいっぺんに亡くなっています。これも非常に、これは確か20キロぐらい、流下したかと思います。写真は USGS ですけれども、これはハリケーン・ミッチの時にはニカラグア、ほかホンジュラスなどでこうした多くの土砂災害が発生してまして、まあ、日本からも多くの救援を見てますし、この時は国土交通省、建設省ですか、の土木研究所などからも調査団がですね、多数派遣されています。まあ、こういった災害は日本でも火山地帯ですから起こりやすいので、こういった災害が将来日本で起こらないとも限らないと思いますので、こういったものの調査というのは非常に重要であるというふうに考えます。それから、まあ、その前の年ですか、99年の12月ですけれども、これもメディアで多数報道されたと記憶していますが、ベネズエラですね、ベネズエラはアメリカのすぐ対岸といいますか南側ですね、南米の北の端ですけれども、で豪雨がありまして、それで、多数のですね、土石流が発生しています。この辺りにこうマウンテンで山脈が通ってまして、でそこから谷沿いに多数の土石流が発生して、そのうちの最もひどいものがここで発生したもので、これはその、まあ、その河川の末端のデルタ地帯というとあれですけれども、そういったところに都市が発達しているところに大規模な土石流が押し寄せて、都市全体が土砂に埋まってしまった。で実はこの時の死者数が約2万人というふうに推定されています。でクエスチョンと書いてあるのは、結局その当局もですね、正確な数を把握しきれなくて、まあ、その原因はこういった都市部には多くのその経済的な貧困層が多数住み着いてて、バラックを作って住み着いてて、そういった人たちのカウントがですね、できてなかったので、まあ、正確な死者数が最終的に止まらなかったということだそうです。まあ、これも社会経済的なというかソシオエコノミックな効果があった災害であるというふうに言えるかと思います。まあ、これについても日本の自然災害研究協議会等で、その調査団を組みまして、
防災研究所から千里谷先生ほか何人かの方が現地調査に行かれています。でその報告書も出ています。それから99年の9月20日、これはもうあの 台湾の父地震ですね。収集と書いて父と読むそうですけれども、この地震によって大規模な地滑り、地滑りたくさん発生しているんですけれども、そのうちの目立っているのがこの九分二山と総霊の地滑りです。で、ボリューム的にはこの総霊の方が1億3000万立方メートルでかなり大きいんですね。1億3000万立方メートルというと大体東京ドームの100杯分ぐらいです。東京ドームがその満杯で125万立方メートルぐらいですので、その100杯分ぐらい、日本でもこれだけの大きさのものというのは稀にしか発生しません。で、この横にあったところ、その下にあったところで、あった町で、村で、死者が発生しています。それから九分二山地滑りの方では、9000万立方メートルですけれども、これも都会の中腹ですかにあった村が都会と一緒に落ちて死者40名ということです。一人だけ土砂の上に、乗ったまま家が運ばれて一人だけ助かったというような報告もなされています。これはこっちの方はそれほど土砂の大きさに比べると遠くまで行ってないんですけれども、それは土砂が落ちたところが谷で、その反対側に越えることがあまり難しかったというのがあって、こちらの方は結構谷がずっと広がっていましたので相当遠くまで、流下しているということです。それから、98年の5月、これイタリアのナポリ近郊の山の地区、これ先ほどお見せしましたけれども、この集中豪雨によって、土石流災害が発生しまして、200人足らずですけど100人以上の方が特にひどかったのはこのサルノのスコーピオでしたっけというような地区で、病院なども含めて多くの犠牲者が出ています。でこれはそのサルノ地区で発生したその土石流全体を見た写真ですね。直後に撮影されたものですけれども、こういうふうにこう広がってますけれども、こういったポイントでですね、小規模な崩壊が発生して、それが、この斜面上ですね、比較的急な傾斜なんですけれども、斜面に溜まっていた土砂を巻き込みながら、先ほどと同じようにその雪だるま式に土砂の量が膨れ上がって、下流に高速で押し寄せたというような、災害です。これは直撃を受けた家の様子ですね。でこの時 の雨量ですけれども、2日間で300ミリぐらいなんですね。で日本ではそれほど大きな、でものすごく大きいと、少なくはないんですけれども、ものすごく大きな雨というほどでもないので、この辺り の年間雨量に比べると、かなり、頻度としては稀な雨であったがために発生したというふうに考えられます。それから、1903年、これはかなり古いんですけれども、4月29日にカナダのアルバータですね、のフランクというところで発生した地滑りです。これは地滑りの世界ではかなり有名な災害です。これは別に地震でも雨でもないんですけれども、一説にはですね、ここでこの部分がですね崩壊して、で、川を越えて対岸の、対岸に乗り上げた、この反対向きの写真面ですけれども、それを駆け上がっていったというそういった災害です。この辺りに当時鉱山がありまして、で鉱山の入り口ですね、鉱口はこの辺にあったそうです。でこの下で石炭を掘ってたわけですけれども、その石炭を掘ってきたがために多少その斜面が沈下するなどして、それが、崩壊のきっかけになったのではないかという説が出されていますけれども、絶対にそうかというふうに決定されているわけではないです。いずれにしてもその、石灰岩質の地質で、この崩壊した、部分ですね、でそれが、高速で、流下して、で対岸を
流下したんではなくて、かけ対岸の斜面を駆け上ったというところがですね、非常に、珍しいということで、まあ、未だに多くの研究者たちがこの災害のメカニズムについて研究をしています。我々も現地に行って調査しております。これは当時の発生直後の写真ですね。これ家が埋まって煙が出ているという写真です。1903年ですので、だから昨年がちょうど100周年で、現地にはその、この、州当局か国がこの地域をですね、天然記念物として指定してまして、で、このフランクスライドインタープリテーションセンターという、その、なんですか、解説のための資料館ですね、それを3億円を出して、設置しています。で、多くの見学者が来ているそうです。で、昨年はその100周年で盛大に集会を開いたということはそうです。それからちょっと、これも古いんですけれども、1966年ですね。これもリスベリーの研究者の間ではかなり有名な災害なんですけれども、帝国のアバファンというところで、これです。これも石炭の鉱山なんですけれども、で、ボタ山がですね、崩壊しまして、で、これは雨がトリガーだったと思いますが、これは流動化して、ですね、これで言うと この辺りですね、この辺りで発生したものが流化してこっち向きに来て、あそこ、この辺まで、これもですかね、で、この辺りにあった家屋および学校が埋まって、死者が合計144人、そのうち116人が学校の中にいた子供で、大人が28人というかなり悲惨な災害だったということで、これについてもまあ、英国ではものすごい大きな問題になりまして、これをきっかけで多くの研究が進んでおります。それから、中国の例ですけれども、中国でもものすごく多くの土砂災害が毎年発生しております。その中で国際的に注目を集めているのも一つとして、この中国の甘粛省のサラさん、サラさん、どこに書いてあるかな、セールとも SALE ですね、サラさんと呼んでおりますが、ディスベリーがかなり、有名になりまして、1988年に発生、88年だったと思いますが発生しておりまして、これも雨、これは雨でも地震でもないんですけれども、レスですね、オード地帯で発生しております。で、これも高速で、流動しまして、下にあった2つの村を潰して237人の方が亡くなっています。あ、2つや4つですね、4つの村が、埋まっています。で、1人証言している人がいて、その木に、その当時発生した時にその斜面の上の方に行って木に捕まって、それで、そのまま助かったと。で、まあ、サーフィンしているようなもんですけれども、そのような高速で動いたということを証明している方もいます。それから、これは高速長距離ではないんですけれども、変わった事例ということで紹介させていただきますが、マレーシアのクアルルンプールですね、首都ですけれども、郊外で、マンションとか宅地開発が活発に行われていますが、そこで地滑りがですね、そのマンションの裏山で発生しまして、で、この部分ですね、地滑りが発生して、で、この地面をですね、持ち上げています。で、最終的にこのマンションの一つの、基礎をですね、持ち上げるようにして、このマンションが倒れて、崩壊したと。で、当局がその避難をなかなか勧告、しなかったので、その倒れた時に、多くの住人がまだ中にいて、多くの犠牲者が出て、まあ、これもかなり裁判だったりして大変だったんですけれども、だったそうですけれども、大きな災害としてマレーシアの中では注目された事例です。で、これは地球ではないんですけれども、地球以外の惑星でもですね、多数地滑りが発生しているところがあります。で、よく知られているのが火星でありまして、火星は最近は多くの衛星が飛んでおります。で、
マス、パスファインダーというのが昔飛んで、その後にマスグローバルサーベイヤーという、マス、火星の周回軌道がある衛星があって、それが、大体分解の1メーターぐらいまでのかなり精密な写真をたくさん送ってきています。それを見ると、火星の、上にもかなり多くの地滑りがあるということは、分かっています。まあ、実はこれ以前にも、バイキングという衛星が、だいぶ前に80年代か70年代か飛んでまして、その時にもすでに多くのものが見つかっていますけれども、今回はかなり詳細な画像を送ってきて、いろんな解析が可能になってきています。ただあんまり解析している人は多くはないんですけれども、まあ、例えばこれはここが扁担面なんですが、この周りにこれは一つの地滑り、これは一つの地滑りで、ここにも地滑りがそれぞれ見えています。で、これは滑落街という崖に相当するんですが、そこに多くの層位面ですね、地層が積み重なっているのが分かります。で、これは赤道付近の大きな谷ですね、地溝と思いますけれども、それぞれに発生している地滑りがかなりものすごく巨大なものですけれども、崖の高さが確か 9キロ、9000メートルぐらいあったと思うんですけれども、まあ、こういった地滑りが発生してこういうところに都会が溜まっているというようなものが見て取れます。まあ、こういった地滑りがですね、火星に昔、水があったというようなことの傍証ではないかというふうに考えておりますけれども、以上が、海外の目立ったものをざっと見たとものでありまして、国内でももちろんたくさん発生しております。それも、世界のというの世界の高速直流ですけれども、国内も一応日本も含むということですね。少し紹介させていただきますと、まずこれ、土砂災害のですね、研究が、いかに重要であるかというのを強調するために、笹田先生が作られた図なんですけれども、種々の災害の統計から持ってきたを元にして作った、その災害による死者の統計ですね。で、1967年から98年までの統計を使っています。で、地震災害がこの黄色い三角ですね、毎年は発生していませんから、特に阪神震災が6000人以上たくさんいると。それから洪水災害が北京で、火山災害はたまにしか発生しませんけれども、こういったところで、1990何年の雲仙のどこかあると思いますけれども、それからあと土砂災害ですね、土砂災害が赤い丸で用意されています。で、これ何を言いたいかと言いますと、地震災害の総計が6925人、土砂災害は3100人、洪水が2500人、火山災害が9人ということで、土砂災害っていうのは、地震よりも少ないですけれども、地震の大半は、阪神震災で、それを除くと土砂災害が最も多いと。で、しかも定常的に毎年のように発生している。で、洪水は もちろん目立ってますけれども、洪水災害よりも多い。しかし土砂災害の研究費というのはあまり多くは、出てませんね、実は。これを社名災害、研究協議、国際社名災害研究機構というのを2002年に作りまして、国際的にアピールしようということで、昨日も佐々木さんが説明してましたけれども、こういったパンフレットを作っておりますが、世界の49機関ですね、それとユネスコの3機関、そこの文科省、米国の調査所等のいろんな支援を得て、こういった組織を発足させておりますけれども、世界的にその土砂災害、地滑り等のですね、災害の研究費というのは年々減少傾向にありまして、その地滑りや土石流を調べて何になるのというような、そういった、なんていうか思い込みといいますか、そういったものがあるということで、その予算が減ってきているけれども、実は、こういった今述べてきたような、高速で長距離動く、土砂災害による犠牲者というのは年々減るということは全然なくて、都市開発ですね、都市域の開発に伴ってまた逆に特に途上国では増える傾向になる、そういったものですね。日本ももちろん都市化がどんどん斜面に向かって進んでいますから、
まあ、そういったものをですね、防ぐ必要があるのではないかということで、その重要性をですね、認知していただきたいというふうに、思っている次第であります。まあ、これはそれはアピールするための図であります。で、これからいくつかご紹介する災害なんですけれども、まあ、地震によるもの、豪雨によるもの、一応分けてご紹介させていただきますと、これ2003年の5月26日に東北の、すみません、東北地震というこれ言い方、まあ、違いますね、三陸南沖地震という名前で一般に呼ばれていますけれども、この宮城県の月舘町で発生した高速直撃、同時滑りということで、これも読売新聞が大きく取り上げて、写真も大きく新聞に掲載されておりました。で、この部分ですね、この部分で発生した地滑りが流動化して、駆け下って、この下の田んぼにですね、出て広がって、停止したというものです。で、まあ、この家とこの家に住んでいた方が、まあ、かなり流動化して、まあまあ、泥に近いような状態で、まあ首とかですね、腰まで土砂に浸かって、それを、まあ、よく危ういところで救出されて、死者は出なかったんですけれども、家が直撃されていれば、かなり危なかったというような災害です。で、これの、これ斜めから写真ですね、これは国際工業が撮った写真ですけど、この部分で、この部分が発生ですね。で、流動して、この部分で停止したというものです。で、非常に目立っていたのが、この上にあった竹がですね、田んぼのまで運ばれて、まあ、それでもそのままこう立っているというのが非常に、目立っていた。で、現地で我々日本地滑り学会と防災研究所を中心とする川口振興調整100グループで共同で、現地調査を行いましたけれども、まあ、こういったちょっと動画ではなくて分かりにくいんですが、まあ土砂を採取しているところです。これは側方の境界ですね。で、土砂を採取しているところですけれども、これはかなり液状化して、これ長靴は埋まってますけれども、かなり、柔らかい状態です。で、ここに灰色のものが見えますけれども、これは還元層と僕は呼んでますが、土砂がですね、長期間地下水の中に浸されてまして、それで、還元、要するに酸素が浮かれている状態、還元色ということで僕ら呼んでますけれども、そういった状態を示しているものです。ということは、まあ、かなり長期間ですね、地下水が豊富にここに蓄えられていたということの証明です。で、まあ、こういったものもですね、土砂を取って、まあ、半日もすると茶褐色にですね、変色します、酸化するわけですね。で、これが、まあ、地下水があったことの証明で、まあ、それが結局こういった災害の、一つのバックグラウンドですね、になっていたというふうに考えています。実はこの部分はその後の調査研究で、まあ、今日はあまり詳しく触れませんけれども、もともと谷が昔の空中写真と比較することによって、もともと谷だったところを、この土地のオーナーがですね、住宅地を開発するというのは、こちら段々になってますけれども、土砂を埋めて、それで、宅地として開発しようとしたという経緯があります。で、もともと谷だったところを土砂を埋めて、しまいますから、谷だったところには当然水が集まりやすいですので、それがそこに土砂を埋めてしまうと、まあ、排水等の施設を備えていなければ、当然水が長期間たまりやすくなっておりますし、もともとこの地域は火砕流堆積物といいまして、昔の火砕流ですね、堆積物が広く広がって、それが風化していますから、非常にこう 粘性度が高い、粘性度を多く含んでおりまして、まあ、要は水はけが悪いわけですね。それで、そういったものをそういった材料を詰めているがために、地震が起こったときに水圧が発生しても、それが抜けにくいということで液状化しやすくなっていると。で、まあ、地震が起こって、その斜面の下の方ですね、特に水が長期間溜まっていた耐水層といいますが、その辺りで液状化して高速で流化した。
で、上の方は、まあ多少それほど安全に壊してなかったのかもしれませんけれども、そういった部分が、まあ、その液状化層の上に乗っかって運ばれて、まあ、こういったところで竹がですね、そのまま真っすぐ立ったまま、運ばれて、行った先でもそのまま立っているといった現象が発生したというふうに考えています。こういったものを谷埋め盛土と呼んでいますけれども、まあ、こういった谷埋め盛土のですね、地震時の崩壊というのは、非常に重要で、今後非常に問題になるというふうに考えています。これは東京研究所の、釜井先生がですね、強く主張されて、朝日新聞で地面です、果実報道された通りになります。じゃあここで、次にですね、1790年の、長崎県の前山、雲仙の前山ディスベリーで地面さんということで、これもかなり広く知られた、世界で最も、ひどいその火山地帯のディスベリー災害ということで、かなり知られているんですけれども、この写真自体は、平成の普賢岳の噴火の後に撮られたものです。で、実は1790年、その200年前にですね、この部分、前山のこの部分が崩壊しまして、体積としては推定で1億立方メートルから2億立方メートル、ざっとで、東京ドームの100杯から200杯分ぐらいと考えていいと思いますが、そのぐらいの土砂が直下型地震と同時に崩壊しまして、でかなり高速で、流下して、この辺りですね、この辺りが直撃を受けて、津波を引き起こしています。で、直下のこの城下町、新島原の城下町、お城はもうちょっと右手にあって、城は大丈夫だったんですが、その城下町の大半が襲われて、この部分で1万人で、これが荒れ川に入って、津波を引き起こして対岸の天草、それから熊本ですね、で、津波によって亡くなったのが6000人ということで、合計約1万6000人の方が亡くなっています。で、この時の直下型の地震自体が、その時に溶岩流を出して吹いてまして、で、その溶岩流が止まった直後に発生しています。したがって、今回という1997年から始まりました平成の噴火が停止した後に同じような地震が発生すると、今度はこの隣のところですね、ここにもよく似たようなタイプの NHK が見えています。実はこの七面山と呼んでいますが、この両側から谷が侵食して入ってきてまして、この部分が不安定になるのではないかというふうな議論がかなりなされました。で、大きな地震、震度5程度のものがあれば崩壊するのではないかという予測もありまして、かなりいろんな議論がなされた場所です。幸いにして、そういった直下型の地震、大きな地震というのはありませんでしたので、こういった崩壊、こういった不安を今のところあまり持たれていませんけれども、将来にわたって大丈夫かというと、そんなことはないと思うので、やはりこういったちゃんとした災害予測はなされないといけないのではないかというふうに考えます。現地のそのでは硬波ですね、トータルステーション等を用いまして、GPS も使われていると聞いていますが、こういった尾根沿いにポイントを設けて移動を図っているそうでありますけれども、今のところ目立った動きはないというふうに聞いています。これはその模式率ですね。で、こういったところで発生した、ここで発生した山の崩壊が海底に広がって、未だに海底地形をソナー、サイドスキャンソナーで見ますと、多くの流れ山と呼んでいますけれども、流れ山の地形が海底で見られます。で、それから、これは兵庫県南部地震ですね。兵庫県南部地震の時に宝塚ゴルフ場というところで発生しました。これも先ほどの谷埋め盛土と同じで、ここももともとこういうふうな地形だったところにゴルフ場の開発のために土砂を持っていたんですね。それが地震と同時にと思われていますが、流
まして、でこういうふうに、この方向を曲げてこっちの方向に進行して、でここにあったあの植生がここまで運ばれてきて、まあ、立ったまま運ばれてきてるわけですね。でこういうふうに方向を曲げたことについては、もともとここもですね、あの谷だったところだそうで、そこを盛り土してました。で、したがってあのかなりあの豊富な地下水がこのバス沿いにですね、あったということで、まあ、その地下水があるところを選択して、進んできたというふうに考えられます。まあ、このメタンジュについては昨日澤先生が説明しておりますけれども、高速で、しかも急激に飽和した土砂の上に採火されますと、非常に容易に過剰な間隙水圧、水圧ですね、地下水圧が発生すると。そうすると有効力が減るという形しますけれども、まあ、浮力が働いて、非常にスケートのようにですね、容易に運動を強いるというような状態になります。それが原因でこっち方向に、高速で進み得たのではないかと。見かけの摩擦角って最初に申した角度でいうと、ここからここまで 10度少々ということで、かなり流動性としては高い方であったというふうに考えています。まあ、幸いと言いますか、まあ、阪神震災は朝の5時46分でしたから、誰もプレーしている人はおりませんでしたので、犠牲者等はあったと思います。しかしそこから1キロ足らずのところにありました、この三河デスベリですね、西宮市の三河デスベリでは、まあ、34人の方が亡くなっています。これは発生直後に佐々木教授が、セスナから撮った写真です。で、これ浄水場がありまして、実はここは紅葉断層がすぐ近く通ってるんですけれども、六甲山の、まあ、東の端に近いんですが、昔から江戸時代から、湧き水が豊富にあるところだったそうで、まあ、それでこういう浄水場が、まあ、設けられています。で、実はここの斜面が今回であります阪神水産の時に崩壊して、この辺りに、どうですか、この辺りにあった家屋、それからこちら対岸にあった家屋で被害が出ています。まあ、ほとんどの死者はこの辺りとこの下にあったですね、家屋の方が亡くなっています。34人の方ですね。で、この辺りに、この辺りの家の住人の人が、証言してますけれども、まあ、本震ですね、阪神大震災のその本震の発生と同時に、この土砂が動き始めて、で、かなり高速で、動いていったと、いうふうに証言しています。で、実はここもまた繰り返しになりますが、盛戸の地盤でありまして、昔の地形図等と比較した方がおられて、まあ、それまさかそれから現地の証言等にも合わせますと、この斜面を特にこういった建物とかですね、あるいは駐車場、テニスコート等を造成することもあって、何度も何度も、盛り土を重ねて、それ、でしかもここの持ったその土砂ですね、これはこの辺りは大阪総群という、砂泥舗装ですね、砂質土とそれからシルト質とですね、交互に、堆積している大阪総群という地層があるんですけれども、まあ、それの中では比較的、透水性の低いものがたくさんあります。で、そういったものがそういった材料で、盛り土をしていましたから、比較的その地下水をですね、溜め込みやすい、試合の時に、水圧が過剰間隙水圧、過剰水圧、地下水圧が抜けていると、それで高速の地滑りが発生する原因となったと。まあ、この辺につきましてもメカニズムについても過去いろんなところで発表させていただいておりますが、滑り目液状化という言葉をキーワードにしています。で、滑り目液状化というキーワードはそれ以前の研究からも現象としては研究室の中では分かっていたんですけれども、改めて滑り目液状化という言葉を社会的に認知していただいたのがこの三河地滑りをきっかけとしたものであります。で、まあ、その後の、いろんな大
対策をして施工中の写真で、これは現在の様子であるんですけれども、最終的に現在元の地形に近いような斜面に復旧しておりまして、中には多数の排水の施設をですね備えておりまして、地震計といろんな機器をですね、入れています。それから二川地滑り資料館という資料館、記念といいますか、資料館をですねこの辺りに作っています。それから浄水場としましては、さらにこの浄水のキャパシティをですね上げたいということで、この浄水場のこの水槽を深くしたいということがあって、地元の自治体とですね非常に協議をした結果、うちの笹先生の意見を聞きたいということで、昨日もそれ話しされてましたけれども、この深くしても大丈夫なようなですね、対策工をですねこの斜面の中に、杭として杭をですね、杭というのはこのパイルですけれども、杭を打ち込むということをやっています。これは従来の設計基準ではなくて、この滑り面液状化という現象が発生することに対して、十分な抵抗力を発揮できるように、たとえその従来 の, その設置基準、施工基準、を満たしていても、滑り面液状化が発生すると非常に容易にですね高速ディスプレイが発現しやすいわけですね。で、滑り面液状化が発生しても大丈夫なような、さらに 強度を増すようなですね、対策工を今施工中であるということであります。それから排水についても特段のですね、施設をですね、新しく考えて施工したということであります。その他、近年は割と大きな地震があちこち発生していますが、ゲイル地震でもあちこち、各地ですね、特にクレシー近辺が多かったんですけれども、これは高速で長距離で受けてないんですけれども、あちこちで崩壊が発生しています。これは広島大学のキャンパスの南八重、これも実は盛り土してあったそうなんですけれども、盛り土してあった土砂が落ちて、危うくこの下にあった家が危なかった、この辺りまで土砂来たそうですけれども、もうちょっとその先行豪雨ですね、前もって雨がたくさん降っていれば危なかったかもしれないというようなことです。それから、高知町にある新興住宅地では、これはやっぱり盛り土してたんだと思いますけれども、こういった家屋の基礎のところを境界にして動いたりとか、これは砂がいっぱい回ってますけれども、こういったアスファルトのところに亀裂が入って、その下でサンドボイリングといった砂が沸騰したような状態になって、液状化しているんですけれども、割れ目からこの砂が吹いたんですね、上に吹いたような跡が見られたりしています。それから、これちょっとだいぶ重きやすいなんですけれども、携帯天皇陵と専門家が考えている、天皇陵ではないんですけれども、宮内庁はこれは携帯天皇陵ではないというふうに判断しているんですけれども、専門家の間では携帯天皇陵だと信じられている、天皇陵がありまして、そこで、そこのお堀でですね、お堀を掘削して、初めて見つかった地滑りの跡が見られています。これはおそらく慶長地震ですね、秀吉の時代ですけれども、に発生した地滑りの跡ではないかというふうに考えられています。ちょっとこの写真は分かりにくいんですけれども、実はこのトレンチ、溝自体はですね、活断層の調査のために掘られたものです。で、これお堀が実はこう横断する方向にありまして、横断というかこの左右にですねお堀が広がってまして、このお堀を手前が天皇陵で、それをお堀を横断するような方向でトレンチを切っています。で、この中に黒いものが点々と見えていますけれども、これは実はその両棒ですね、両棒の表面を覆っていた硬い粘土のですね、塊です。で、地滑り面となってました。ここですね、ここが滑り面となって、上斜面といいますか、両棒の斜面にあったものがこう滑っていって、こっちへと深くなっているんですけれども、高速でこちらに進んでいって、お堀の端っこですね、
端っこを乗り上げていった様子が見られます。まあ、お堀には当時おそらく水が張ってあったと思われますので、そういった水の中だと割と容易に高度も高いですから滑り込むことができたのではないかというふうに考えられています。まあ、こういったその、地震の化石みたいな言い方をしますけれども、ディスベルの化石のようなものも、見つかっています。それから豪雨による国内のディスベルだと、例えば、最も最近目立っているのが昨年の7月20日の水俣市の大川地区ですね、の集まり地区というところですが、ここにあった村集落ですね、それが、襲われた災害です。まあ、この時も九州地方集中豪雨が各地で襲っていまして、この他にも太宰府で、同じような土砂災害が発生して何人かの方が亡くなっています。で、この災害で求められていたのがこの水俣市の大川地区で、この上流のこの部分ですね、深さが10メートル足らずですけれども、しかし幅が比較的広い、広く崩壊が発生しまして、それがすぐに流動化して、これだけの距離を高速で流下して、まあ、ここちょっと高台になっているんですけれども、高台を乗り越えて、この辺りにあった集落の方々が、十数人の方が亡くなっています。で、これは現地調査の様子ですけれども、今日は短くなので、多くの流木がここから、流されてきているのが見えます。で、これは現頭部のですね、正面から撮った写真で、この部分ですね、この辺りまでだと思いますが、この部分が崩壊したというふうに、思われます。で、この地質的には、この現場は実は斜面の上の方は、溶岩ですね、安山岩質の溶岩がたくさん、キャップロックのように、ありまして、亀裂が多数発達していて、その亀裂沿いに、雨水がですね、浸透して風化が進むと。で、しかもその下には凝灰隠れ奇岩がありまして、他はかなり硬いんですね。で、亀裂はほとんどなく、塊状であると。ということで、溶岩は割と亀裂発達、柱状節理みたいなものも発達していますので、垂直にどんどん下に、水が入っていくと。で、この、層理面といいますか、その地層の境界、地質境界で水が比較的溜まりやすい状態になった。で、そういうことで、特に風化ですね、風化がこの辺りで進みやすくて、表土がかなり発達している、風化土砂が発達していまして、大雨が降るとこの辺りで特にディスベルが発生しやすいという、そういった構造的な問題があったというふうに考えています。で、昨日も早速紹介してましたけれども、最近のレーザースキャン、特にラストパルスというその植生の木の葉っぱをすり抜けて地面から跳ね返ってくる最後のパルスですね、それを捕まえて、森の下の地面の様子の形状をですね、測る、そういった技術が進んできています。それで災害直後に撮った、先ほど撮ったし、ものをイメージングしたものがこれであります。で、現状はこれなんですね、今回の現状。で、よく見ますとこのすぐ下のところにもこうへこんだ地形が見えまして、詳細の調査はやってませんけれども、おそらくこれも昔、発生した地滑りの跡ではないと、これが落ちた時にも同様の災害が発生していたのではないかなというふうに考えられます。その他、2001年これはあまり大きくは取り上げられませんでしたけれども、愛媛県、四国ですね、松山市の、すぐ中心部から出たところですけれども、みかん山がたくさん広がっているあたりですけれども、そこで集中豪雨によって崩壊が、これもごく小規模なものですけれども、この辺り、ここでですね、崩壊が発生しまして、それが流下して、犠牲者の数は多くはないんですけれども、こういった家が直撃を受けて、1階に寝ていた、年寄りの方が、小規模であっても、その破壊力は非常に大きいということですね。それから2000年の東海豪雨災害、これ伊勢湾台風よりも雨の量は大きかったんですけれども、被害は伊勢湾ほど大きくは出てなかったということで、
注目された栽培ですけれども、こういったとこの時にも産地ではあちこち、こういった流動性の崩壊がですね発生しています。それから99年の6月の広島豪雨災害は、まあ、新しい土砂災害振興のきっかけになったもので、まあ、あちこちで土砂災害、が発生しています。まあ、特にこういった新興住宅地が丘陵地に発達してまして、まあ、昔その谷の出口だったところですね、まあ、そういったところにあった家が非常に危険にさらされたという災害ですね。これも瀬戸内に入ってでしたっけというのは、こういった高台にある住宅地ですけれども、それの谷の一つの谷の出口ですけれども、まあ、一応有産地といいますか、ポケットみたいなのが設けられていましたけれども、まあ、それもすぐいっぱいになって、大きな管からですね、家の軒先までボタンと落ちてきて、間一髪で変わらなかったという、もうちょっと動揺が大きかったら、もうこの家も中継を受けてかなり被害が出ていたというふうに考えられたものです。それから、観音台ですね、すみません、これは観音台というところですね。それから亀山地区という、これは写真ですけれども、ここで発生した、ごく比較的小規模な、まあ、数十か100立方メートルしかないんですけれども、そういった土砂が滑りとして発生して、流域といいますか、渓流を流下する間に、土量がどんどん大きくなっていきまして、まあ、最終的に20倍以上になっているんですけれども、この谷の出口にあった家を直撃して、何人かの方が亡くなっています。まあ、これはその現頭部の調査風景ですね。まあ、花崗岩質の地域なので、まあ、岩が見えてますけれども、その上に、氷土ですね、風化した砂土が溜まっていて、それが豪雨によって崩壊したと。まあ、その他その、多数の災害犠牲者が出てますけれども、RCC という地元のテレビ局に届けられた地元の方のビデオの連続写真ですけれども、まあ、ここにあった小屋がですね、最終的に左上から来た土石流の先端部分で破壊されている様子です。先端部分といっても木がたくさん見えてますので、土石流あるいは泥流の先端にたまったその流木ですね、流木が先端に来てきますので、それで直撃を受けているというような様子であります。ここで一人の方が亡くなっています。それから、98年の8月の、栃木福島豪雨災害では、その先ほどお見せしましたけれども、太陽の国という、福祉施設ですね、当時の小渕首相の土地がこの近くにあったということですけれども、この裏山、これですか、あ、これですね、とそれもうちょっともう一つ上にあるんですけれども、こういったところですねが、崩壊が発生して、それがほとんど泥流、サラサラの泥流に近いんですけれども、流下して、こういうところが別のところなんですけれども、特にこの建物ですね、で窓から侵入して多くの犠牲者が出たということです。でそのすぐ近くでは、似たようなパターンなんですけれども、こういった崩壊したものが田んぼの上をですね、高速で長距離、動いて止まったと、まあ、これここにあった木がですね、そのまま立ったままこういったところに来ているという、まあ、そういった現象も見られています。さらに遡りますと、96年の12月の長野県の鎌原沢災害、これはその前年の7月に大雨、姫川災害と呼んでいますが、大雨があって、鎌原沢の、その谷頭といいますか、谷の上流で崩壊が発生したものだと思うんです。でこれを翌年の12月にこの部分でさらに後退して、崩壊、この部分ですね、崩壊して、それが土石流化して、下流で、砂防工事をしていた人たち13人の方が、亡くなられた。これはダンプカーがかなり大きなものですけど、大きな巨岩によって潰されているような写真であります。97年の7月には、これもやはり水俣のすぐ近く、南になりますけれども、出水市ですね、これ右側が鹿児島県、左側が熊本県という県境になりますけれども、そこで、これもやはり地滑り的な崩壊が、
流動化して、ここに、ほとんど完成しかけていた砂防ダムがあったんですけれども、それを乗り越えてというか溢れてですね、その溢れたものが下流にあったこの辺りの住宅地を直撃して21人の方が亡くなったという災害です。で、砂防ダムはこれだけの深さの崩壊は全く想定していなかったので、こういった災害になったということ、それから昔はここは地形的には土石流線上地なんですけれども、昔はここにはあまり人は住もうとしなかったのが、戦後、みかん畑の開発であるとか、宅地の開発等で、下の方に来て、だから一つの背景にあったということですね。もうほとんど時間がないので、ちょっと飛ばしていきますけれども、エルサルバドルの調査の時の話でありまして、これ、昨日、佐先生が説明しましたけれども、ゲートウォームで湿った茶褐色のですね、赤色っぽい、パミスが軽石の風化したものですね、見つかったので、それに地震波形をかけますと、最終的にはこういったほとんど液状化したような格好になるんですけれども、非常に低い抵抗値を示して、低い先端抵抗値を示しましたので、これがその高速流動の原因になったのではないかというような話ですね。それからこれはイタリアのサルノの GIS で作った災害の分布図ですね。この白いところがその崩壊が原因で流動化して下流下に行って被害を及ぼしたという、そういった災害であります。ここで、現地のグアダニオという地質の教授の方が強調していたのが、実はここに道がありましてですね、これ、戦後開発した、道ですけれども、それを大きくね、でも自動車が通れるぐらいの道ですが、それのすぐ上のところ、要するに斜面をカットしたために、そのすぐ上のところが不安定になって、こういった小規模な崩壊が発生しやすくなったのではないか、それがこう斜面を駆け下る間にどんどん大きくなっていったという、そういったその、なんていうか人為的な、このファクターをですね、強調するという意見もあります。その他地質的な背景としましては、ここでベスビオ火山が比較的近くにあるんですけれども、ナポリの近くですの でそういった白いのが見えてますが、そのパミスですね、これもそうですね、何度か噴火して頻繁に噴火してますので、そのパミスが溜まっています。そういったパミスが噴火すると透水性が低くなって、しかも流動化しやすくで、先端が起こると、水圧が発生しやすくなるという、そういった効果があるというふうにも考えられます。この地区では過去何度かそういったものがあるようで、昔 そのイタリアは昔から版画がたくさん中世からありますけれども、そういった、版画の中にはこういった土石流ですね、による災害を描いたものが多数あるそうです。でストロンブリ火山ですね、これも調査できましたけれども、場所はここです。イタリア の南の方にある海に浮かんだ火山島ですね。で非常に静かな噴火を繰り返すというので、ストロンブリタイプの噴火というふうな名前の起源になったものです。ここにあります。噴火口があります。で、その、噴火が、2002年に暮れに始まりまして、ここで噴火口から落ちてきた落石が溜まってちょっと色が変わってますけれども、でこれが断面図なんですけど、これが海面ですね。で海底からこういうふうに火山として、立ってまして、でこういった深いこう地滑りの滑り面が想定されています。で今回これか、あるいはこれの滑り面に沿って、動いて、動くとこの海底が盛り上がりますので、急激に動くとこの盛り上がった分、この津波として、方々に伝播するというようなことがあったのではないかというふうに考えられています。これはその時の写真なんですけど、大きな、大きな溶岩流が発生して大きな、こういったものが出ています。
で、これ現地の人が撮った写真ですけれども、高さ数メーターの津波が押し寄せてきて、これ逃げているところですね。津波を逃げて、まあ被災の人一人も亡くなってませんけれども、被害は多数出ているというようなことですね。で、こういったその噴火口の様子を監視するために、噴火口だけでなくて、実際一般に使えるような新しい高精解光レーダーという、日本では富陽という人工衛星が飛んで、98年まで飛んでましたけれども、それを地上に設置して、斜面あるいは火口のですね、動きを捉えるという、そういった試みがされています。で、これは非常に優れた技術で、日本でも早く開発するか導入するかしたらいいのではないかというふうに考えています。一応ここまでにしたいと。